皆さんこんにちは、エンハンス代表の水口哲也と言います。今日はですね、Come to your senses Synesthesia in VR、VR における共感覚性みたいなものについて、話をしたいと思いますのでよろしくお願いします。僕自身はですね、大体まあ30年ぐらいの、キャリアをこの、ゲーム業界で、30年ぐらい頑張ってきたというか、アーケードゲームの時代から、コンソールのゲーム、それから最近だと VR で、そのゲーム以外でも最近メディアアートとか音楽とか、いろんなデバイスを作るっていうような、そういう挑戦を、しています。体験を新しく、アーキテクトするっていう、そういう発想ですね。はい。1990年に僕セガに入るんですけど、10年ぐらいいたんですね。で、最初にやった仕事がこれです。実は AR のヘッドセットを作るっていうプロジェクトですね。これは誰にも頼まれていません。僕が勝手に、自分で作りたくて作りました。発泡スチロール削って、当時セガが作ってたゲームギアっていう、ハンドヘルドのゲーム機があったんですけれども、それを分解して、組み込んで、ハーフミラーを作って、それで、ヘッドセットをかぶった状態で遊べるようにしたものですね。これは役員会に持ってたんですけど、セガの、見事に簡単に、スルーされましたが、実はそういうこともあって、僕もしばらくですね、セガでアーケードゲームで VR を取り込めないかっていう、そういう実験とか研究を2年ぐらいやって、で、ちょっとやっぱり時期尚早、その早い、やっぱりこう全然こう、なんていうんですかね、重いし、グラフィックの性能も上がらないし、面白くない、体験が上がってこないっていうところで、結局これを、諦めて、で、ゲームクリエーションの、方に入っていきます。で、2014年ですね、このエンハンス、を設立しました。で、このエンハンスの我々のビジョンをちょっと最初にお話したいんですけど、僕らのコアにあるのはこのシナスタジア、今日のテーマですね、この共感覚っていう体験をどういうふうにクリエイトするか、アーキテクトするか、そういうテーマがあります。つまりその、色をですね、耳で聞くような、あるいはその音を目で見るような体験、これをどうやったら作れるのだろうかと。で、このシナスタジアって言葉は実は100年ぐらい前のアーティストがよく使っていました。言葉自体は非常に歴史のある言葉です。例えばそのカンディンスキーは、一日中こうモスクワの街を歩きながら、その朝から例えばサンライズからサンセットまでの音の印象を一枚のキャンバスに表現するとかですね、そういうことをしています。で、僕らのインスピレーションというのは、このキャンバスの代わりに新しいそのテクノロジーを使って、表現というか新しい体験にどうやったらアップデートできるか、変えられるかということをですね、やることを目指しています。で、なぜそのシナスタジアなのかっていう話なんですけど、特にそのエンハンスというのはその、VR をはじめとして、XR に非常にこうフォーカスした、体験を作るっていうことを考えている、集団なんですけれども、この4つの要素を、非常に重要視しています。つまり従来の VR、ノン VR に比べると、どうやったらそのエモーショナルなエンゲージメント、つまり感情的な感動をどうやったらもっとたくさん生み出せるか、体験としてですね、あとそのストレスをどうやってその抜いていくか、つまりそのストレスがかかって、非常に疲れてしまうとか、気分が悪くなるっていうような問題をどうやったら克服して、それ以上にいくかっていうことですね。で、あとはユーフォリア、多幸感とか、その幸せ、ハピネスを、どうやったら増幅できるか、共感覚的な体験にすることでそれが増幅できるというふうに思っています。で、4つ目がフローとかゾーンという、この集中しつつリラックスした状態で、楽しめる状態っていうのに、人を誘導することで、その何て言うんですかね、知覚がその開くというか、
まあ、それによってその VR の中で長くその中にいても、まあ、全然疲れないし、むしろ楽しいし、新しい体験というものをまあいろいろ享受できるっていう、そういう仕組みをどうやったら作れるかっていうことを考えていて、この4つっていうのはまあ非常に大事にしています。でその上で、我々がまあいくつかのプロダクトを、まあ、2014年のまあエンハンス設立以来ですね、リリースしてきたんですけど、そのうちのまあいくつかを今日紹介させていただきます。まず一つ目はですね、レズインフィニット。これは2016年に、まず PSVR PS4 でリリースされました。でこれはまあ2016年のゲームアワードの、まあ、初めて新設された、VR、部門のグランプリを取ったんですけれども、これはこの、まあ、サイバースペースのですね、この世界の中を、左側にいるその人、これがですね、まあ、自分のプレイヤーキャラクターなんですけど、空間を自由に泳ぎ回るように飛び回るように移動して、このサイバースペースの中でこうウイルスがアタックするんですね。アタックしてくるんですけれども、でそのウイルスを駆逐して浄化することで、まあ、効果音が弾けて、ビジュアルエフェクトが弾けて、でその連続がどんどん音楽化していくっていうですね、気持ちよさの構造を持ったゲームになっています。でちょっとまあこのゲームのですね、実際プレイ映像を見てもらいたいと思います。まあ、こうやってそのどん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 効果音が少しずつ音楽化して、あるいはそのまあここに出てくるそのまああのエネミーというかウイルスが音楽的に動きながら、だん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 そのまあ最初は何もない音楽のない状態からだん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 音楽が構成されてきて、で次第にそこにこう歌が混じってきて、で全てが音楽に合わせてまた動き始めて、色めき始めて、全体のハーモニーがこう醸造されてくるっていうかですね、醸成されてくるのを、この流れの中に、まあ、皆さん見てると思うんですけど、まあ、こういうですね、まあ、ビジュアル音音楽、それとストーリーテリングみたいなものをどん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 融合させることで、新しい体験を作れないかっていう、まあ、そういうことですね。でこの2001年、まあ、レズの最初のレズがまあ出るんですけど、まあ、その時 の, そのまあプロセスからちょっとこの映像で、まあ、そのプロセスをちょっとご紹介したいんですけれども、最初に僕らは、この、まあ、その気持ちよさ、音楽的な気持ちよさをどう作るかで、そのためにですね、その音楽そのものを結構深く研究してた時期があります。つまりその、音楽を演奏する気持ちよさとゲームをプレイする気持ちよさというものを融合することで全く新しい体験に変えられないかということをですね、まあ、2001年の、まあ、レズの時に、やっていました。で、まあ、その試みはちょっとある程度成就するんですけれども、当然そのなんていうんですかね、作り手として頭の中にあるイメージが最初からまあ 3D で360度どこを向いてもいろんな世界が存在してて、でも結局それをですね、当時は3対4の画面に、四角い画面にこう押し込めなきゃいけないわけですね。でそのやっぱりそのストレスっていうのはまあ非常にこうありまして、つまり体験自体の解像度がどんどんやっぱ落ちていくってことですね。でいつかまあ VR にできるチャンスが来たら必ずこれは実現しようというふうに思ってたんですけど、まあ、ようやくそのチャンスが来て、このレズインフィニットの企画がスタートします。で、まあ、企画がスタートしたのは前だいたい2014年ですね。でもともとこのレズ自体の、まあ、レズインフィニットの15年前ですね、これを最初に考えた時の、インスピレーションはこんな感じです。まあ、先ほどもちょっと言いましたけども、音楽とゲームを融合することで、まあ、新しい体験を生み出せないかってことですね。新しいセンセーションとか、新しいそのなんていうんですかね、こうアディクティブな感じとか、そういうものを、まあ、体験できないかということで、考えていました。
で、まあ、非常にちょっと本質的な話ですけれども、まあ、このミュージシャンとかですね、パフォーマーはどういうふうなそのプロセスでどういうふうにその、まあ、グルーヴと言われるような状態になるのかっていうことを、みんなでこういうビデオを見ながらですね研究したりしたんですね。でこのビデオは、まあ、当時のスタッフの、海老蔵さんというですね、サウンドディレクターがアフリカのケニアに旅をして、でたまたま偶然ストリートバーで撮った映像ですね。で最初はその皆さんまあ普通に座って何もない状態でも、突然誰かが楽器を鳴らしたり手拍子をして、でだん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 そのグルーヴがこう盛り上がっていって、立ち上がって歌ったりって言って、まあこう化学反応を起こしていくプロセスですね。これをまあ我々がこう見た時に、ここにはそのやっぱりコール&レスポンスという一つのこうなんていうんですかね、現象が存在してるよねと。でそれは一人一人があの何か呼びかけることと、一人一人がその他の人の反応を見て何かまたアクトするっていう、このループですね。これを全員でやりながらこう回っていく。でこのコール&レスポンスの体験をゲームに置き換えられないかということで、実験を始めたのがこの映像です。これは本当に極めて初期の頃のレズの実験映像なんですけれども、まあ、これを見ていただくとだんだん効果音が音楽化していくっていうプロセスが、分かりやすく表現されていると思います。でこういう実験をしながら、何かこれは気持ちよさがあるねと、何かあるぞ何かあるぞと、ですごくプリミティブで、まず音も絵もほとんど飾らない状態っていうんでしょうか、非常にこう単純なところ、シンプルなところでその体験をチェックして、この体験には何かあるぞっていうふうに直感的に思えた時に、まあ、初めて絵を作り始めて音を豊かに作り始めるってことをするとですね、まあ、人間の体でいう骨の部分をしっかり作った後でこう筋肉とか衣装の部分を後から作っていくと、まあ、とてもとても体験としてはしっかりした豊かなものになるっていう、まあ、そういう感じです。で僕らがこの実験を通じて一つ得た、まあ、このクォンタイゼーションという、テクニックですね。でこれはあの、まあ、音楽ではよくその音がバラバラずれてるものを整理するっていう言い方で使われますけれども、僕らはこれをレズにおいて、そのどんなタイミングでユーザーが、まあ、アクションをした、まあ、ボタンを押したとしても、気持ちのいい拍に少しずつずらすことで音楽を自分が演奏しているかのような気分になれるっていう、そういうプログラムを、まあ、作ることになります。で、まあ、これによって例えばその何て言うんでしょう、よくあの音楽ゲームで言うと、例えばリズムに合わせてタイミングに合わせて押してくださいと。でそういうものを別に要求するものではなくて、普通にプレイしてもらうとどんどんそれが音楽化していく、でそれがどんどんまあ自分が演奏するような気分になっていくっていう、まあ、そのためのプログラムですね。でこれをまあ効果音から音楽で、音楽が今度ビジュアルとつながって、今度触覚としてもコントローラーから来るっていう、このループが起こることによって、まあ、共感覚的な気持ちよさが生まれていったっていうことです。でこのレズっていうタイトルは、まあ、こういうその、まあ、言葉の意味から来てますね。バラバラだったものが一つになると、あのトロンという映画の中で、フリスビーでこう戦う選手がこう死んでしまう時にこう拡散してバーンっていくんですね。その時にアナウンスで Derezed Derezed っていうことは、まあ、死んでしまうと拡散して、でその逆ですね、その一つになるっていう、それがまああのレゾリュートだったりリゾルブだったりとかで、まあレゾネートしていくっていう、その言葉の意味に込めて、まあ、レズという意味、まあ、タイトルがついています。はい、これがですね、レズが2001年に発表された時の映像なんですけれども、これがまあ、当時の完成形ですね。まあ、音楽もですね、まあ、いろんなその、DJ それから音楽家の人たちに曲を提供してもらって、作り上げたものです。はい、でこのまあそのレズはですね、おそらくこのさっき言った4項目で言うと、まあ当然 VR 前なんで、あの多分おそらく1つぐらいしか実現できてないかなっていう気がするんですね。このユーフォリアとハピネスは音楽的なその演奏感で実現できてるんですけど、他のものはですね、
まあ、全体的なやっぱり解像度の低さもあって、僕はまあ実現できてないなっていうふうにずっと思っていたんですね。で、まあ、いよいよでもそれが2016年になって、まあ、実現のチャンスを得ます。つまりその、まあ、元々頭の中にあった360度 3D のこうイメージの世界ですね、それに一番近いものを、まあ、ようやく、実現できると。まあ、ある人はそのレズの体験っていうか、まあレズ自体は構想はまあ非常に先を行ってるんだけど、実質的なものが伴ってないよねっていう言い方をしてた人もたくさんいました。でそれをですね、まあ、超えるべく、まあ、このレズインフィニットの準備に取り掛かったのが、まあ、大体2013年14年ぐらいから取り掛かり始めて、まあ、こういうそのエリア X の構想ですね、もともとあったオリジナルはそのままで、それをさらにこう発展させながら進化させていくような、まあこういう絵をいろいろ描きまして、で最終的にこの4つを実現しつつ完成にまあ導いていったのがこのレズインフィニットです。でいよいよまあオキュラスクエスト2でこのレズインフィニットが発売されることになりました。はい、ここで発表させていただきます。もちろんあの初代オキュラスでもリリースしてたんですけども、まあ、今のスペック、今のパフォーマンスをもっともっと活かした状態で、このレズインフィニットを遊んでいただきたいので、もう一度ここでですね、発売を、開発して発売をすることになりましたので、ぜひ興味のある方は遊んでみてください。クエスト2です。はい、ということで、次にですね、2つ目の、まあ、僕らの結構大事な作品であるテトリスエフェクトについて、話をしたいと思います。このテトリスエフェクトは、まあ、2018年に、まず PS4 PSVR でリリースされました。でそれで今年ようやく、オキュラスクエストでも遊べるようになりました。まあこれを見ている方の中でも遊んでくれている方がいらっしゃると思いますが、これがどういうふうに我々、まあ、どういうプロセスで作ってきたのかっていうのをシェアしたいと思います。でまずそのテトリスというゲームですけど、もちろんこれを聞いている見ている人たちはほとんどの人がテトリスを遊んだことがある、あるいはまあ知っていると思うんですね。まあ、世界中の人が、まあ、本当に一般の人でも、まあ、ほとんど遊んだことがある、まあある意味最も有名なゲームの一つだと思うんですね。でもテトリスっていうのはもともとその例えば白黒とかビープサウンドのテトリス、初代テトリスでも、まあ、未だに遊べますし、メカニズムとしてはある意味完成されていて、で一体何をその進化させるのか、つまりそのゲームとしてもう十分面白いものをなぜ例えばじゃあ VR を使って進化させる意味があるのか、一体何をすれば新しいテトリスが生まれるのかっていう、これは多分作っている人たちはもし皆さんが全員そういう、まあ、命題というかお題をいただいた時にどういうテトリスを新しく生み出すのかっていうことは結構頭悩ませると思うんですね。例えば、まあ、VR でテトリスっていうと普通こうでっかいブロックが下から降りてくるとかですね、見上げるようにプレイするとか、まあ、そういう話が出てくると思うんですけど、でも 2D で面白かったものを 3D に変えたからといってじゃあ面白さの質が上がるかっていうとそうではないと。でそれをですね、まあ、僕らはまあなんとかこう証明したいというか、まあ、最初にまあエンハンスの、まあ、我々のこうスローガンでもあるそのテクノロジーとかまあ技術を使って体験を拡張させる、要するにもうそれによってまあ共感覚的に
例えば感情的に感動的なものも例えばこう組み合わせて新しい体験に変えていくっていうことはどうやったらできるのかっていう、まあ、それをどうしてもやっぱり証明してみたいっていうのがあったんですね、このテトリスで。で個人的にはあのテトリスカンパニーの、まあ、会長のヘンク・ロジャースさんと個人的に、まあ、あのいろんなこう親交があって、で、まあ、彼の方からそのテトリスを音楽と組み合わせてどれだけ気持ちのいい体験に例えばできるだろうかとか、あとテトリスってその遊んでいくとこうあのすごい集中状態の時に頭がこう真っ白になるような、まあ、ゾーンとかフローとか呼ばれるような、状態があると。でそれをもっともっとすごい体験に拡張できないかとかですね、まあ、そういう話というか議論を、まあ、彼の、 あのハワイ島の家でですねこう焚き火をしながら、まあ、いろいろこう会話してた時期があったんですね。で、これが今いよいよなんていうんですかね、まあ、ちょっと実現できるタイミングに来たかなと思いまして、まあいろんなそのまあ、スタディというかですね検証を僕らの中でも始めていくわけですね。でこれはまあ大体2014年ぐらいから、この後書き始めて、で例えばその僕らが考えたのはもし VR のヘッドセットかけて、まあ、テトリスもその、まあ、マトリックスが目の前にあって、例えばその最初は自分が深海にいて海の底にいて、でテトリスのブロックをミノを消していくとそのパーティクルがこう散った時にそのパーティクルが音楽に合わせて色めきながら例えば魚になって周りを泳ぎ始めて、でその魚が今度マンタになって泳ぎ始めて、でそれがクジラになって自分も周りを音楽でこう音楽に合わせてこう色めきながらこう泳ぐクジラを見ながらテトリスをプレイする。で気がつくとプランクトンたちが星に変わって自分たちが宇宙の真っ只中にいて、で地球を見下ろしてるみたいな、なんかそういうこうシームレスにトランジションしていくようなストーリーテリングとともに音楽とともにこのプレイを作っていくことで全く新しいそのなんていうんですかね、まあちょっとおこがましいですけど最終的にはテトリスをプレイして泣いてしまうぐらい感情的になるような体験を作れないかっていうですね、まあ、そういう議論を、まあ、実際に作る前にこういう絵を描きビデオを作り、まあ、何度も何度もこうあの話し合いを続けながら練ってくるんですね。例えば砂漠の中のこういう、 こうあの空間の中だったらどういうふうなストーリーテリングが音楽が可能かとかですね、あるいはこういう抽象的なものを使ってじゃあもっと民族音楽的なものでとか、バリ島のガムランとかケチャみたいなああいうその、まあ、非常に音楽的には面白い構造を持ったような声だけのオーケストラとかそういうものを使って、新しい体験を、まあ、こう世界中旅をするような感覚で、こうホッピングしていくようなですねそういうものができないかとかっていう議論を、始めていくわけですね。でそこからこういうその設計図にどん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 落とし込んでいきます。でこれは作る前にやっぱりこういう、まあ、皆さんもそうだと思うんですけどあのなるべく頭の中でイメージを仕切る、でそのイメージをみんな作るメンバーが共有して、その、まあ、あのインスピレーションを一回実現してみるってことを、やるってことですね。はい、まあ、こういう感じですね。いっぱい、まあ、いろんな絵を描いていくんですけど、で、まあ、いよいよ、まあ、開発が始まるわけですね。で最初にこれ出来上がったプレイアブルのちょっと映像を皆さん見ていただきたいんですけど、これがそのさっきの設計図が今いろいろこう話し合った挙句出来上がった一発目のプレイアブルです。でですね、まあ、これ正直実際にこう遊んでみた時に思ったのは全然楽しくないなと、あの、まあ、いろんなこう要するにまああれだけいろんなことを考えて設計図を書いて作るんですけどまだ全然ダメだなと、
というかこれじゃダメですねという感じなんですね。でまあ普通だとまあここでこうなんていうんですかね、まあ、当然こうみんな頭抱えて落ち込んで諦めたりするんですけど、実はまあゲームクリエーションはまあ携わってる人たちはよくわかると思うんですけど、こっからが大切ですよね。このやっぱりそのモックアップ的なプロトタイピングからどうやってチューニングを続けていって、これがまあ感動できる体験に変えていくか、これちょっとずついろんなものを少しずつチューニングするだけで全然変わっていくわけですね。でこれをまあ始めるわけです。でさっきのまあそのまあ、プロトタイプで言うとこういう意見がやっぱり最初出てくるんですね。問題として、まあ、とにかくその気持ちよくない、あとはまあそれ眠くなると、まあ、ヘッドセットかけながらもううとうとしてプレイしながらね、もう居眠りをしてしまうっていうぐらい眠くなると、であとはそのとにかく疲れると、で、まあ、結局集中できないんで、まあ、結果的に面白くないっていうですね、一つのこう言葉で代表されるような、まあ、ゲームで言うと最悪のレッテルですね。面白くないねっていうそういう状態になるわけですね。でもこの面白くないねっていうところで諦めずに、どれだけやっぱりそのチューニングをしていくかっていう、まあ、そのプロセスをあの皆さんにシェア、我々がやった、まあ、プロセスをシェアしたいんですけど、まあ、結局その人間ってどっかにいつも集中をしていると、例えば画面でもどっか一つしか見てないわけですね。まあ一つっていうのはそのこうどっか同時に何かを見るとしても、その二つのものを同時に見るってことは、まあ、ほとんどできないと。プライオリティとしては1個すごい集中してるところがあって、その周りをなんかこうぼやっと見てるっていう感じだと思うんですね。で耳もそうですね。でこの、 集中してるポイントっていうのを、まあ、よくまあ、インタレスト、まあ、日本語で言うと中視点っていう言い方をすると思うんですけど、このビジュアルと音の中視点をどういうふうにチューニングするかっていうことがすごく大事になってきます。例えばさっきの画面で言うと、まあ、例えばプレイしながら、まあ、いろんなものが動いてる、だけどプレイに集中したいっていう時はここのこう真ん中のマトリックスをなるべく集中してみるわけですね。でなんかその自分が余裕がある時にパッと見たりとか、あるいは周りに目が入ってくるっていう状況があるんですけれども、これがそのちゃんとこううまくチューニングされてないと、まあ、散漫になってベタッと感じした感じになって、まあ、全然こう感動しないというか、こううまくそうなんていうんですね、一つ一つのアクションリアクションを見て感じて、でまた何かアクションをするっていうこのインタラクティブな化学反応がきれいに起こらない状態で続いていくと、だん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 みんな、あもうちょっといいやっていう感じになっていくわけですね。オーバーフローを起こすってことですね。であとはその演出が起こるタイミング、つまり例えば、音楽に合わせてパーンと弾けるようなシーンがあったとすると、それはその音楽としてのそのタイミングももちろんあるんですけど、プレイヤーが見れる余裕っていうものを持ってる時とか、見たくなるようなタイミングにそれが発動されないと、ただの、まあ、ノイズにしかならないってことですね。それを、まあ、うまくチューニングしていくことを、まあ、続けていくわけですね。でそうすることによって、まあ、ゲームはどん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 完成に近づいていくんですけど、まあ、そのチューニングを施した後に同じシーンでどういうふうになったかっていう、まあ、その完成形を見ていただきたいと思います。まあ、こういうふうにそのいろんなものが要するに一体化して、まあはたまた音楽も歌が例えばその入ることによってまたさらに感情を刺激するっていうような、まあそういうこう化学反応がきれいにこうつながっていくことで、まあ気持ちよさを作っていくことができたっていうことですね。で2つ目にですね、今度そのこの音楽的なチューニング、我々のゲームで、まあ、特徴的なのはそのプレイをしている感覚がどんどん音楽を演奏しているような感覚に変わっていくっていう、その気持ちよさを、まあ、非常に大事にしてるんですね。で、そのチューニングもですね、こういうふうに、まあ、何もない音楽の状態から無音の状態からどんどん音楽化していくっていう、その気持ちよさが、このプロセスに、現れていると思うんですけれども、これまあ、女性の声、一
人の声が、まあ、だんだんハーモナイズして、で少しずつ音楽化していきながら、まあ、周りのビジュアルを作っていって、世界を作っていって、まあ色めき始めて光り始めて、でそのオーケストラを、まあ、自分が生み出してるっていう、そういう感覚になっていく感じですね。まあ、こうやって音楽がバーッと一気に広がっていくっていう、まあ、そういう過程が今見えたと思います。でこういうことをまあ続けていくとですね、そのまあこうどんどんステージが音楽とともに変わっていく、それによってまあシームレスなストーリーテリングが出来上がっていくわけです。でそれによってそのまあ何て言うんですかね、感情が常にこう揺り動かされるっていう、で時にはまあ意外性もあったりとかですね、そういうのがまあ30から40ステージ以上ですかね、用意されています。でその根幹をまあ作っている表現としては、まあ、我々シナスタジアエンジン、共感覚エンジンというものを自分たちでずっと作り続けていまして、で、まあ、パーティクルが音楽に合わせて動く、色めく、でそれが今度、まあ、あのいろんなこう何ですかね、オブジェクトにどんどん毛布しながら緩やかなストーリーテリングを作っていけるっていうですね、まあ、こういうことをやってきています。でそれによってまあこういろんなステージをチューニングし続けて、で最終的にこのゲームプレイとビジュアルとサウンドミュージック、場合によってはまあハプティック、まあ今それも非常に重要なものになってきてるんで、それを共感覚的に統合して体験化するということで、まあ、こういうその最終的なテトリスエフェクトのまあ世界が出来上がってきたということですね。まあ、これはほぼ完成、これ完成形のゲーム画面をつないだトレーラーですけれども、まあ、こういうそのシナスタジアエンジンを使ったこの音楽の動きみたいなものがゲームプレイと融合しているのが分かると思います。でですね、まあ、ここまで来て、まあ、もう完成だねっていう、まあ、じゃあこれで、ね、もういいんですけど、でも僕らは、まあ、プロデューサー陣とディレクター陣はまだ何か足りないなっていうことをずっとこう思い続けていたんですね。その何かが加わることでもっとすごいものになるのに、で実は発売日を遅らせて、それで4ヶ月ぐらいですかね、でこのゾーンシステムっていうものを何か作りたくて、でいろんなパターンを試しては、まあ、トライして 2,3 パターン試してようやく一つ の結論というかですね、これはいけるってものにまあ行き着くんですけど、それをですねちょっとこのビデオを見ていただきたいんですが、まあ、テトリスっていうと普通こうどんどんまあ消しながらいきますが、ある瞬間というのはそのどんどん消していって、左下のゲージがどんどん溜まっていくんです。消すごとにですね、でそれがいっぱいになるとゾーンモードを発動できるようになって、で発動すると、その瞬間、まあ、なんていうんですかね、あっちの世界に行くというか、まあ、音も変わり雰囲気も変わり、その反転してゆっくりになって、でゲームルールも変わるんですね。つまりその間はどんどん積み上げていける。でその時間が終わると一気にポーンと消えてなくなるんですけど、このゾーンシステムを入れたことによってゲーム全体がすごくダイナミックにこう揺れたんですね。でこういろんな意味でこの要するに異質なものを入れることによって、この体験がダイナミックに気持ちのいい化学反応を起こし続けるようになって、でさっきのそのまあ4要素でいうところの
まあ、ゾーンフローも含めて、4要素をまあ大体全て実現できるようになったっていうのが、このテトリスエフェクトの最終形です。これが、まあ、最終形のテトリスエフェクトですね。で、最後にですね、このゾーン&フロー、これについてちょっと話をしたいんですけれども、その、まあ、非常にこう抽象的ではありますよね。ゾーン状態フロー状態って一体どういうものなのかと、まあ、僕らは、どういうふうに解釈しているかっていうと、まあ、非常に集中度が高い、プレイヤーのパフォーマンスが上がっている状態で、しかも非常にリラックスしている状態で、この状態にプレイヤーとか、まあ、その被験者をいざなうにはどうすればいいかっていう、この設計とか、アプローチについては随分議論をしています。で、まあ、あまりこう深いところの議論はできないんですけれども、我々が考えている、まあ、そのフローとかゾーンに導く、まあ、ある意味プロセスというのは、そのストレス、まあ、ストレスってもいいストレスと悪いストレスがありますけど、悪いストレスっていうのは、その例えば醜いとか、面白くないとか、まあ、そもそもダメなものはもうこれ対象外で、いい意味でのストレスですね。つまり、そのなんかチャレンジしたいとか、もっと頑張りたいとかで、何かこうバッと何か、画面から何かその情報がガッとやってくる瞬間とかですね、そのストレスとか圧をかける、まあ、状態と、それからリラックスしている状態が、まあ、こう交互にこう来つつですね、まあ、この横幅にこう触れていく真ん中のその中央ゾーンにどうやってまあプレイヤーを居続けさせるかっていうのが、まあ一つポイントのような気がしています。で、まあ、このさっき言ったそのパフォーマンスが非常に高いんだけど、リラックスして集中している状態だから、プレイヤーもまあ当然自分で気持ちがいいと思ってるし、ある意味すごい集中してるんで、ゲームとしてのその、まあ、プレイの能力っていうんですかね、それも非常に高い状態にあるので、ある意味その何て言うんですかね、そこの状態にいること自体がすごくやっぱりその気持ちがいいと、まあ、それはですね、まあ、こういうふうな、まあ、非常に抽象的ではありますけれども、こういうことをまあ通じてこの体験設計が可能になるというふうに考えていまして、でそれをまあ我々は音楽とビジュアル、それからまあそれに まつわるっていうか、まあそれに関連するのはストーリーテリングで、時には触覚っていうものを組み合わせながら、その体験を作り続けるっていうことを、やっています。はい、ということで、まあ、最後まとめなんですけれども、なぜ我々は VR に共感覚醒を求めるか、でそれは、まあ、今日最初に話したこの4つの条項ですね、まあ、それによってエモーショナルなエンゲージメントを上げていく、ストレスを抜いていく、で、まあ、ユーフォリアとか、まあ、ハピネス、多幸感を高めていく、でフローとかゾーンの状態を加えることで、この VR の体験自体を、まあ、もっともっと価値のあるものに、まあ、変えていくっていうことを、やりたいと、まあ、どうやったらワオっていうエクスペリエンスを作れるかっていうことを、まあ、考えてるってことですね。でそれを、まあ、ゲームのみならず、まあ、いろんなこれから生まれてくる体験、例えば未来の教育かもしれないし、まあ、未来のエンターテインメント、未来のアートも含めて新しい体験を作っていきたいというふうに考えています。はい、長くなりましたが、今日はご清聴ありがとうございました。エンハンス代表の水口哲也でした。